CAD オペレーター向けお役立ち情報チャンネル CAD オペチャンネル。このチャンネルでは CAD オペさんに向けてスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは私、ワンオペで男の子3人を育て、22年間で2526人の CAD オペレーター技師者を指導してまいりました、インストラクターの建設のアナザーです。今回の話はこちら。はい、前回からずっとお話ししている床とか天井とかインプレスファミリーの作成のまとめをしてまいと思います。で、床とか天井、あとインプレス、なんでそのふとまとめにするのっていうのは、スケッチっていう機能を使って作成するから。ですね、まだ他にスケッチっていうと背筋もスケッチを書くんですが、レビットっていうとこのスケッチという自由描画ですね、美術作画の機能を使っていろいろ床だったり天井だったり新たな形インプレスファミリーを作ったりすることができます。いかがでしたでしょうか。不明が多いところはですね、他の動画も含め再度動画を見ていただくか、作成方法がわからない、操作が不明の場合には公式 LINE ですね、ご登録いただいて私の方にご質問ください。ではまたね。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。ではまたね。